はい、それではあと次にですね、今日最後ですけど、剰余付きの序算について、説明をしておきます。まず、整数の剰余付き序算については、これは皆さんよくご存知かと思いますけれども、A、B を整数として、B が正のときに、ある整数 Q と R が存在してですね、で、A イコール BQ プラス R が成り立つということで、これは A の B による序算を A 割る B というふうに、囲碁では記号で表すことにします。それからあと、この際のですね、その記号の導入をしておきますけれども、その先ほどのその序算の時にですね、A のことを非助数、ディビデンド、それから B を助数、ディバイザー、で、小をクオシエントって言いますが、これを囲碁ではそのクオの AB というふうに書くことにします。それから R は剰余、リメインダーですけれども、これを A モード B というふうに書くことにします。でさらに、この A を B で割ってですね、小、Q と剰余、R を同時に求めるような計算のことを、アルゴリズムの中でこんなふうに記述することがありますので、ご注意してください。それから、あと、多項式の剰余付き序算というのもありますので、少し触れておきます。これは AX と BX を整数係数の多項式として、BX をモニックとした場合、A ということを考えます。で、A の次数は K 次、それから B の次数は M 次で、K が M 以上の条件下で、多項式の剰余付きの序算を考えるということなんですけれども、一応こういう形でその AX と BX を定義しておきまして、で、出力としては、小を QX、で剰余を RX という形にして出力を行います。で、今回はですね、序算の方はあまり大きくは触れませんので、一応アルゴリズムを出す程度にしておきますけれども、これを見ていただくヒントとしては、皆さん、我々が筆算で行っている多項式の序算をですね、そのままの形で、アルゴリズムに書いたのが、こういう形ですので、ちょっと興味のある人は後で自分で確かめてみてください。また、序算については、必要な、応じてですね、授業の中で出していきたいと思います。それから、あと、多倍調整数の剰余付き序算については、テキストでも細かいところを省略されておりますけれども、ここでもちょっと細かいところは省略したいと思います。ここまでよろしいでしょうか。はい。というわけで、今回の授業のまとめです。今回は、一変数多項式の乗算ですね、のアルゴリズムと、計算量の見積もりを行いました。で、それから、あと、多倍調整数と、単精度整数の乗算のアルゴリズムと、計算量の見積もりを行いました。あと、それを踏まえてですね、多倍調整数同士の乗算の、アルゴリズムと計算量の見積もりを行いました。今回中心になる内容は、この多倍調整数の、アルゴリズムと乗算、アルゴリズムと計算量の見積もり、この辺をこうよく理解してもらえればと思います。あとは、終わりの方で、整数の剰余付き序算と、それから多項式の剰余付き序算について、軽く触れました。で、第7回なんですけれども、ここからですね、テキストでは第4章に入ります。ユークリッドの誤助法というところに入りますので、でテキストの方はPDF で提供しておりますので、必要な人は適宜参照してみてください。よろしいでしょうか。はい、それでは今回の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。